ベロスラフは、ブルガリア北東部の工業都市で、バルナ州に属する。ベロスラフ基礎自治体には、その中心であるベロスラフをはじめ、以下の町村が存在している。バルナから 19km 西、デブニアから 5km 西に,に位置している。ベロスラフは、ベロスラフ湖の東端に位置し、ベロスラフ湖とバルナ湖を結ぶ運河によって、町は2つに分断されている。 運河の両岸は、車両、歩行者を乗せるフェリーによって結ばれている。両岸を結ぶ橋を建設する計画があり、町の西側に、欧州自動車道時 E87 のバイパスとして建設される予定となっている。現在の E87 はバルナ市街地を抜けアスパルホーフ、橋を通っている。ベロスラフは、およそ12000年前から人が居住している古代、都市である。 最古の集落は、現在の町の近くの洞窟にあり、12000年前の物品が発見されている。紀元前5世紀には、トラキア人がこの地方に住んでいた。町は、クルシェボ、ゲベジェ、ベロボ、ベレボなどの別称でも知られている。オスマン帝国時代の名称は現在でも、状況によっては使用されている。ベロスラフは交通と産業の拠点であり、 バルナでブニャ工業団地の一角を成している。交通設備には、鉄道と二つの鉄道駅のほかローローフェリーターミナルがあり、ウクライナ、ロシア、グルジアと結ばれている。バルナ港複合施設には、バルナ発電所の港などもある。ブルガリアで最大の火力発電所であり、チェコの電力会社、セッズグループ参加のテック、バルナや、 スウェーデンのオーシャニッククリエーションズのテレムフロ付き、アルセナル造船所、修理所が街の西に位置している。ベロスラフは芸術的なガラス工芸や耐火ガラス製造、そして現在では世界の薬品会社向けのガラス瓶製造も盛んである。2007年には新しいビジネスロジスティクス拠点がガラス工場の跡地に開業した。さらに、 二つの新しい製造工場と天然ガス輸送のための港湾不頭が2000人の雇用を生み出した。北東の工業団地でも複数の建設が進行中である。ベロスラフとベロスラフ湖、バルナ湖の位置関係。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。